ム打線解投、佐々木朗希を撃破。日本ハム対ロッテ福島蓮と佐々木朗希が先発。本日のスターティングメンバー。軍事アリエルタミヤのクリーンナップに期待。凡退覚悟で球数投げさせた方がいいかもね。どれだけ球数稼げるかだな。とにかく早打ちしないで球数放らせて佐々木を下ろそう。勝負はそれからだ。アリエル軍事ホームラン頼むわ。元に戻して出直し感があるな。とりあえず連敗止めよう。本間打線頼むで単打は出てるから長打とか大きいのお願いします。1回2回福島ランナー背負うもきっちり抑える。得点圏背負っても落ち着いてる。いつもの福島落ち着き方がやばいな。育成上がりの高卒3年目とは思えん。素晴らしい。福島いいわ。よしよしよし。まっすぐはやっぱいいな。頑張れ頑張れ。2回裏アリエル・マルティネス佐々木朗希から先制ホームラン来た。来たー。マジか。行った。やっと来たー。よう打った。マルすげー。マルちゃん素晴らしい。3回表福島三者凡退で抑える。攻守で福島乗ってきた。福島に勝ちを。福島素晴らしい。よすよす。4回表福島痛恨の逆転ツーラン被弾。やられた。高め叩かれた。また先頭フォアボールからだよ。この回までか。やはりさっき追加点取れなかったのがな。5回表矢沢ピンチで登板も連続脱三振の好リリーフ。やっぱり福島はまだ79制限が適正かね。チャンスを潰した直後に必ず失点。まさに典型的な悪循環野球。矢沢 OK です。こないだの負けがバネになってるなら良いことだな。ナイス火消し。矢沢素晴らしい。矢沢で流れを呼び戻したかな。6回表ロドリゲス三者凡退できっちり抑える。ロドリゲス安心感あるな。今年のロドは本当にいいな。中継ぎ連中は頑張ってるな。いいよいいよロドリー。6回裏松本剛のタイムリーで同点追いつく。佐々木朗希6回途中で降板。最高のポテン。追いついた。会長ナイス。ラッキーすぎる。ラッキー松剛来たー。タミヤのレフトへのタイムリーで勝ち越し。岩田素すげー。来た天才やわ。タミヤマン来た。走者一掃来た。最高のヒット出た。岩ちゃん天才。信じられないわこんな天才がいるなんて。満塁で打てる打者見つかる。近藤二世だな。7回表マーフィー三者凡退できっちり抑える。マーフィーオツ。マーフィーようやった。流れをやらない内容よ。いやーマーフィーもいいねー。勝てる勝てるぞ。8回表川野三者凡退で抑える。川野の安心感。サクサク。完璧。川野今年も打たれる気せえへんわ。9回表田中正義3人できっちり抑え8セーブ目。最後は田中正義投手が締めて試合終了。北海道日本ハムが6対3で勝利しました。田中正義投手が8セーブ目。日本ハム朗希攻略で連敗ストップきた。日本ハムファイターズ普通に強かった模様。勝利きた。あー気分がいい。心情さすがに嬉しそう。よし今日はよく戦い抜いた。褒めて使わす。連敗脱出おめでとう。前半までは4連敗確実だと思ってたわ。チームスタッフも嬉しそうにしてるのがいいね。大型連敗しないの大事。またちょっとバンクに近づいたぞ。さあホームに戻り佐々木朗希を打ち崩し勝利を収めた日本ハムですが、明日こそ加藤投手に大量援護で楽に投げさせてあげることはできるのでしょうか。ぜひぜひ皆様の考えも教えてくださいね。ご視聴どうもありがとうございました。